はい。というわけで、もうね、1月も、下旬に入ってきて、早いな、という感じで、日々をね、過ごしているわけですけども、本日、動画にしたのはですね、まあ、タイトルにもある通りなんですけども、皆さん、NGT48 の本間ひなたさんと、あとはね、新潟で活動されている、ミュージックデュオ、ひなたさんが出演しているラジオ番組、ひなた祭り聞いておりますでしょうか？そのひなた祭りさんの方でプレゼント企画ということでですね。まあ、せっかくなら自分も普段聞いてるしね、応募しようじゃないかということで、ツイッターの方でね、応募をしていたところですね。なんと、当選してですね、なにわ屋製菓さんのね、商品詰め合わせプレゼントということで、本日届いたということでですね、そちらを開封していこうかなというふうに思っております。いやー、まあ、これは嬉しいですよね。新年早々、プレゼント当たるっていうのもそうですし、まあ、普段聞いてるラジオっていうのもあるので、そこからプレゼントをいただけるということで、これはもうせっかくなら動画撮ろうじゃないかということでですね、撮ってる次第でございますけども、このね、猫耳のひなたも可愛い感じに映っておりますけども、皆さん柿の種ご存知ですよね。結構有名なのは、亀田製菓の柿の種ですけども、柿ピーですよね、あれはね。今回のこの番組パートナーになってね、なにわ屋さんの柿の種はですね、まあ、柿ピーが入ってるのもあるんですけども、メインどころの柿の種っていうのはですね、ピーナッツが入ってない柿の種のみのね、ものが結構、主流なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ自分はですね、どちらかというと下越民だったので、亀田製菓の柿の種が結構ね、食べることが多いんですけども、なにわ屋さんの柿の種っていうのは結構、ちょっとね、高級志向というか、お土産に最適な感じというかね、そんな感じの柿の種なんですよ。で、結構自分はですね、ピーナッツあんまり好きじゃないってのもあってですね、亀田製菓の柿の種でも、ピーナッツをこう、避けて食べるぐらいの感じなんですけど、ここのなにわ屋製菓さんの柿の種はですね、ピーナッツ入ってないので、がっつりとね、その柿の種の味を楽しめる商品になってるのが、すごい個人的にはありがたいという感じなんですよ。で、結構ね、新潟に住んでる人だったら有名なんですけども、CM が有名なんですよ。パーカバッカポーコポーコいい中道っていうね、歌があったりとか、あとは、種種柿の種っていう、CM もあったりっていう話なんですけど、自分はですね、ちっちゃい頃から聞いてたのは、その、パーカパーカポーコポーコの方の、CM を知ってるっていう感じだったんですけども、日向祭りの、番組パートナーのなにわ屋製菓さんの商品詰め合わせということでですね、はい、こちらが今日届きましたと、詰め合わせということで書いてありますけども、こんな感じですね。思ったよりしっかり詰め合わせじゃんっていう感じなんですけど、これせっかくならね、開けようかなというふうに思っております。もともとそうなんですよ、柿の種の元祖といえば、越後長岡のなにわ屋製菓の、柿の種という感じなんですよね。ちょっとね、蓋の上だけ開けさせていただきましたけども、どんな商品が入ってるのかですね。まあ、メインは柿の種なんでしょうけど、柿の種もね、いろんな種類が出てるんで、まあ、その詰め合わせなのかなと。すげえ、いっぱい入ってるよ。はい、まずはですね、柿の種なんですけど、これはね、柿ピー入り、ピーナッツ入りの柿の種ですね。国産ピーナッツ使用ということで、小袋10個入りかな？はい。元祖柿の種と。このね、絵が、よく CM で使われてる絵なんですよね。パーカパッカポーコボコーの絵ですよね、これね。イメージで言うと、いいともやってましたけど、そのいいともの、番組の途中で流れるのが結構イメージ強かったな、という。印象なんですけどね。はい。まず一つ目は、ピーナッツ入りの柿の種。定番の商品ですね。はい。こんな感じになっております。さあ、続いて、見えていますけども、自分これ大好きなんですけど、はい。柿チョコですね。これは柿の種にチョコがコーティングされてるっていうやつなんですけど、これ美味しいんですよ。これ癖になっちゃうんですよね。いや、なんだろうね。しょっぱいのと甘いのの組み合わせって最強なんですよね。もうずっと永遠と食べてられるっていうね。はい。そんな商品になってます。結構おつまみでね、柿ピー食べれることが多いんじゃないかなと思うんですけど、自分お酒あんま飲まないんですけど、ただやっぱ柿の種は好きで食べちゃうんですよね。お土産にも最適なんじゃないかなと思います、これは。というわけで2つ目、柿チョコでございます。さあ、そして3つ目が、じゃん。
いちごかきチョコということで、チョコはチョコでも、いちごのコーティングになっているという感じですね。はい、カリポリ美味しい柿の種と甘酸っぱいいちごの香り、新しい美味しさですということで、いちごの柿チョコでございます。これはね、食べたことないな。初めて見ましたけどね。はい。いちご柿チョコでございます。さあ、そして、またまた珍しい商品ですね、これも。はい、こちらです。きなこ柿チョコということで、きなこチョコの、コーティングされてるって感じなのかな。ふんわり癒しのひとときっていう感じに書いてますけども、これも初めて見ましたね。カリボリ美味しい柿の種をふんわりきなこで包んで優しい美味しさ。ふんわり癒しのひとときという感じになっております。さあ、続いてでかい商品来ました。はい。こちら元祖なにわ屋の、柿チョコですね。これは小袋になるのかな？期間限定って書いてますけども。はい。こんな感じになっております。このね、小袋になってるのいいんだよね。ちょっとずつ食べれるから好きなんですよ。開けてみましたけど、こんな感じですね。よくあるおつまみのね、この三角の小袋ですよ。これがね、昔からこういう感じですけど、いいよねっていう感じですよね。はい。さあ、続いては、大辛口の柿の種ということでございます。大きいサイズなんだよね。これなんか結構小さいサイズと大きいサイズがあるらしくて、そのね、でかいバージョンの柿の種という感じでございます。自分のイメージ的にはこのね、オレンジ色の包装されている缶のね、柿の種。これがね、すごいイメージ強いなっていう感じなんですけど、このね、缶のやつがすごいお土産に喜ばれるんですよね。というわけで、大辛口の柿の種が入っておりました。はい。ちょっと高級な感じですけども、大粒ゴールド柿の種と。いうことで、これは何が違うのかというと、直火焼きで香ばしい、新潟県産、もち米 100% という感じになっております。高級志向というか、そういう感じなのかな。大粒だからね。しかも、ゴールドで新潟県産のもち米 100%、直火焼きで香ばしいというね、柿の種でございます。さあ、続いて、まだあります。これも初めて見ましたね。元祖柿の種、青じそ味ということで、はい。これもね、小袋になってる、包装のものですけども、これ、面白いですよね。これまたいいですよね。はい。ここにね、細かいエピソードが書いてあるんで、ちょっと読もうかなと思うんですけども、柿の種を最初に作り出したのは、大正12年、創業当初は、せんべい作りでしたが、後に大阪のあられ作りを取り入れ、もち米を使ったあられを作るようになりました。これが社名なにわ屋の由来ですと。当時はすべて手作業で、小判型の金型で切り抜いて作っていました。ある日、その金型をうっかり踏みつぶしてしまい、そのまま使用したら、歪んだ小判型のあられになってしまいました。そんなあられを持って商いをしていたところ、形は柿の種に似ていると言われ、そのヒントから大正13年、柿の種が誕生しました。その後も今井は日夜製造方法の研究や改良を重ね、今日の柿の種の基礎を作り上げました。柿の種を作り続けて97年、すごいね。なにわ屋の柿の種が元祖柿の種と言われるゆえんでありますということでございます。亀田製菓が全国的にもね、販売的には大きいんでしょうけど、元祖の元祖はここっていう感じなのかな。はい、元祖柿の種、青じそ味でございます。さあ、続いてこれも定番ですけど、なにわ屋のピーナッツ入り柿の種という感じでございます。この小袋のこの包装は初めて見たね。結構この最初のチョコのやつとかは見たことあるんですけど、これは初めて見たな。はい、こんな感じになっております。6袋入りという感じになっております。これはね、当分お菓子には困らなそうですね。はい。さあ、最後でございます。これは柿の種とはちょっと違いますけども、サラピーナっていうね、はい、欧風あられって書いてありますけども、サラピーナはあられ生地にピーナッツを練り込んだ香ばしい揚げあられですと。これもでも食べたことある気がするな。はい、こんな感じになっております。というわけでね、開け終わりましたという感じですけども、結構詰め合わせ入ってましたね。合計10点のね、なにわ屋製菓さんの、詰め合わせが入っているという感じでございました。
はい。というわけでね、プレゼント企画ということでね、ひなた祭りさんの方から、いただいたという感じなので、まあ、せっかくなんで動画にしようという形で撮ってきましたけども、今後もね、ひなた祭り、ここ最近で言うとね、3期生も出始めてですね、すごい3期生の新たな一面なんかもね、見れたりとか、あとはね、こう、聞いてて癒されるんですよね。ゆったり聞けるというかね、そこがすごいいいところで、個人的に好きなところなんでね、今後もちょっと、期待してね、毎週楽しみに聞きたいなというふうに思っております。はい。というわけでね、なにわや生花さんのね、柿の種、皆さん知らない方もいるんじゃないかなというふうに思うんでね、ぜひこれを機にね、食べてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。自分もね、これだけいっぱいあったらね、困らないですけども、久しぶりにね、柿の種、たくさん食べようかなというふうに思います。はい。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。